Love Music King New Special。 昨年末紅白歌合戦に初出場、強烈な個性を放つロックバンド、ユーミンちょっと渋い、金子信明さんのビートがめちゃくちゃかっこよくて、ずっと味感フリークみたいな感じだった。僕グッチさん入り口でビートを聴き始めたっていうのがライブパフォーマンスはテレビ初披露の楽曲を含む3曲、あなたの存在をまさに一夜限りの特別編、最後までお見逃しなく。今夜はキングヌースペシャルと題しまして、トークゲストにも来てくださいました。よろしくお願いいたします。まあ、まずやっぱり去年2019年、激動だったと思います。いかがですか、振り返って。いや、激動でしたね。単純になんかお休みとか結構どうだったんですか。あんま多いもんね。人によりけりなんで。人によりけり。作ってるね、つめたくんは結構忙しくて、休みの日に作らなきゃいけない。じゃあもうずっと。そうですね、最悪です。最悪ですか。いや、もうそんな感想ありますね。お忙しくさせていただいてありがとうございますって最悪。そしてなんと、うん、ラブミュージック的には2018年6月に初出演していただいて、はい、うん、その時がテレビ収録が初だったんでしたっけ。ああ、そうですね。これはもうね、覚えてますか。そうですね、うん、すごい緊張した。緊張したんじゃない、やっぱり。さすがに見ましたか、テレビ初で。見ました、見ました。いや、なんか俺足のリズムの取り方がすごい気持ち悪いなって。そういうのもね、ちょずっとこう屈伸してるんですよ。すごい気持ち悪いな俺っていうのを思った記憶がある。なんかそういうの分かっちゃいます、自分で言うと ね、 そうすね、イメージ、自分のイメージと違うっていうのがね。そうそうそう。これはでもね、これだけ2019年大躍進したキングヌーが初めてテレビがラブミュージックだっていう、ね、この事実はもう揺るがないですからね。そう、覚えててください。これはぜひ、これだけでもね、ね、覚えててほしいですね。我々もずっと何度も言い続けましたよ。あのバンドうちが初だよっていうのね。そうですね、言いたいですよね。キングヌーの音楽ルーツ、今回 Love Music では自分を形成している音楽を3曲選んでいただきました。これ どうでした。結構大変でした。大変ですね。ちょっと絞りきれない、やっぱり気恥ずかしさもあるし、なんか自分を形成してるっていうのがちょっとまた、うん、やっぱ照れくさいもんですか。どうですか。いや、照れくさい。そしてブルハーツ、はい、うん、これはもう長男がもうずっと聴いてて、うん、まあ、すごい、あの歌はそんな上手くないんですけど、カラオケとか行くとよく歌ってくれて、熱く歌う様みたいなのがすごいね、良かったですよ。やっぱ音楽の影響も受けてる部分ありますか、お兄さんから。おー、ありますね。ある。まあまあまあ、まあまあ、はい、あります、あります。そして夜空の向こうですけども、あの僕の家にあったのが、あの川村ゆかさんがセルフカバーしてるものが作曲の、そうそうそう、はい、8センチ CD って当時、はい、あの、ね、ちっちゃいやつが、はい、縦長のこういうやつなんですけど、はい、ですね、でもずっとそれを聴いてるみたいな、だからビートルズ、うん、夜空の向こうみたいなループでずっと聴いてましたね。なるほどね。だから夜空向こうも川村さん系で入ったって。そうですね。なかなか入り口が珍しいパターンですよね。そうなんですね。なんか裏口から来ちゃってる感じです。確かに。続いてベース、新井さん選曲のプレイリスト。1曲目はネオソーの中心的存在、ディアンジェロ。これはあの高校1年の時に TSUTAYA でこう5枚で1000円レンタルっていうのがまあ当時ありまして、はいはい、僕その時こうルーツミュージックっていうのをディグりまくってて、それこそ悟が今言ってたワンと、あとまあフュージョンのアルトみたいなので5枚借りた時に、店員さんにあのこれも聞くんだったらちょっと私が紹介したいアーティストがいるんだけど聞いてみないって言われて、そのアーティストがディアンジェロだったんですけど、TSUTAYA さんの店員さんがこれも聞いてみなよって。そうなんです。ちょっと粋ですね。そうです。その、まあ、女性なんですけど、その方の旦那さんがギタリストで、あ、なるほど、で、まあ、今でもちょっとずっとお世話になってるギタリストで、
ね。まあ本当にそういうもろもろ込み込みでやっぱディアンジェロってアーティストは店員さんのおかげですね。いや本当に本当そんな感じですね。そして続いてからロバート・グラスパー、はい、はい、この曲はメインはまあレイラ・ハサウェイってアーティストが歌ってるんですけど、はい、このロバート・グラスパーってアーティストはあのピアニスト、うん、でこういわゆるちょっとヒップホップと、うん、まあ、ジャズをまたこう融合させたっていうアーティスト、うん、でまたこのアルバムがまた、うん、なんだろう、超エポックメイキングというか、うん、ブラックレイディオってアルバムなんですけど、はい、もう名盤すぎてちょっと逆にそれをわざわざ取り出すのはってぐらいの、まあ、名盤なんですけど、うん、まあ、その中から一番好きな曲をちょっと、はい、選ばせて、まあ、それもじゃあルーツを追ってる時に出会って、そうですね、そして最後アジカン、はい、はい、これは単純に僕が一番最初にこう自分で買った CD というか、うん、あの崩壊アンプリファーっていう EP だったんですけど、何歳ぐらいですか？その小3ですね。うわ、小3で、そう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 、周りの友達いたってまだ聞いてないでしょ？聞いてなかったですね、うん、いわゆるディアンジェロに出会うぐらいまでは、うん、ずっとアジカンフリークみたいな感じだったので、クラスメイト当時何聞いてました？小3の時だって。小3の時何聞いてたっけな。オレンジレンジとか。オレンジレンジね、なるほど、ね、そうだ、時代的に。ドラムス、関さんが選んだのはこの3曲。まずはジャパニーズロックバンド RISE Live or Die、ドラマーの金子信明さんの、うん、ビートがめちゃくちゃかっこよくて、ドラマーなら分かると思うんですけど、はい、ゴーストノートって言われる、うん、左手でスネアを弱く打つっていうのをめちゃ多用してて、はい、うん、高校生の時に聴いて、うん、結構コピーした記憶が、ね、結構練習した感じですか？しましたような気がしますね、うん、超分かる、分かるって感じ、ね、世代的に、あのゴーストノートだよね、うん、そしてマーズ・ボルタ、はい、はい、なんかこの後出てくるレッドホットチリペッパーがすごく好きで、うん、はい、レッチリのメンバーがサポートしてるっていう触れ込みで、うん、あの聞くようになったんですけど、はい、変拍子とか、うん、なんかそういうプログレみたいな感じのを聞くのをそんな聞いたことなかったんですけど、うん、高校ぐらいの時に、うん、これ聞いてかなりびっくりしました、ね、衝撃受けましたね。でレッチリ、はい、もともとじゃあレッチリから、そうですね、うん、まあ、ダンスをやってたっていうのもあって、うん、でこの曲を一回ダンスで使ったことがあって、うん、なんかそっからこうダンスをずっとやってたのがこうドラムに興味が、うん、なんだろう、向き始めるっていうか、うん、そういうののきっかけになった曲かなって思いますね、はい。ラストはフロントマン常田さん選曲のプレイリスト。まずは数々のグラミーに輝くヒップホップ界のニューキングケンドリック・ラマー、ハンブル。これは、うん、あの MV をあの検索してもらったら分かると思うんですけど、はい、本当にすごくて、うん、ま、車の上に乗ってゴルフとか、はあ、結構シーンめちゃめちゃあるよね。結構アバンギャルドなんですけど、はあ、すごい上質で、はあ、ヒップホップのギャングスターみたいなヒップホップがあんまり別に好きじゃなかったんですけど、ケンドリック・ラマーはすごいなんていうのかな、ポエティックというか、すごい詩的な、はい、あのラップリリックを書くのに、あ、こういうラッパーもこうあっていいんだみたいな、ちょっとヒップホップの多様性を見たような、そう、もう進化を見たような感じで、うん、すごいあの大好きなアーティストですね。今でもよく聞きますか？やっぱりめちゃめちゃ聞きますね、うん、なるほど。そしてアークティックモンキーズ、これもちょっとヤバいですね。ヤバい、この曲は、うん、この曲はやっぱかっこいいです、ね、かっこいいシンプルにかっこいいですね。確かにね、かっこいいしかあんま言えないですけど、ザ・ロックバンドって聞いてください。これはやばいですね。やばいですね。やばい。これもやばい。うん。ジャケめちゃめちゃかっこいいね。ユーミンちょっとシビーって。このシビー。あ、やっぱり松任谷時代のさらに前のアパライ時代もやばいですね。やばい。きっかけがね。まあ、両親がすごい好きだったんですけど。じゃあちっちゃい時から結構聴いてる感じ。ユーミン好きでした。で、あのエレカシの宮本さんがカバーしてるのも超よくて、へ、あ、こんな渋い
大人になりたいかなってなんかこうソロ女性アーティストのなんかこう先駆者的な歌詞もそうですし、うん、曲もそうですし、うん、なんかどうやったらああいう世界が生み出されるんだろうなっていう、うん、なんかこう奥深いから、うん、ちょっと私はもうなんか本当にあのもう上のね、雲の上の存在的な感じ。当時このぐらいの時代のインタビュー見たらなんか溢れてきちゃうと思う、メロディーが。だからもう出すしかないみたいな、もうなんかそういう感じなんですか。そういう結構ね感じ、しょうがないじゃん、いいメロディーが浮かんじゃうんだからみたいなめちゃめちゃかっこいいですよもうちょっとロックスターっぽいですよね、うんうん、俺的にすごいね、なんかちゃんと言うこと言ってるインタビュー見てかっこよかったなと思うんですけどね。キングヌーと音楽トーク、続いて最近聴いてる音楽。これも皆さんに挙げていただきましたけれども、はい、俺からいきますか、はい、俺は本当ブロックハンプトンっていう最近の本当ヒップホップグループみたいな感じで、はい、なんていうの、映像とかもあの自分たちのクルーでやっちゃったりとか、うん、チームの動きとしてもうやっぱすごい意識してる、まあ、俺らもまあまあそういう動き方をしてるんでちょっと参考になる部分もあったりとか。なるほどね、はい、さあそして井口さん、はい、はい、いや森坂優太さんと宇多田ヒカルさんですね、はい、森坂くんはなんだっけな、うん、フェスの裏じゃん。ああフェスの裏であったね。フェスの裏であってあって、まあ、話したんですけどやっぱ彼はすごいブラックミュージックとかも結構聴いてて、うん、でもああいうなんかこうなんて言うんだろうね、フォーキーであったりとか、うんうん、なんか、まあ、いろんな音楽が本当に入ってるというか、うん、面白いことやってるなと思いながら聴いてますね、うん、まあ、本当ファンですね。ファン、そう、吉高さんどんな感じですリアクションは。どうだった、結構物静かな方だったよね、うん、寡黙な寡黙な感じでね。宇多田ヒカルさん、宇多田ヒカルさんね、うん、あのさっきのあの、なんて言うんだろうな、紅白出た後に地元帰って、いやこれはもう居場所ねえなみたいな、うん、帰りのあのあずさ乗った時にちょっと宇多田さんに聞いてたんですけど、はい、ジョボ涙が出て、実家帰って、うん、ちょっとそういう変化に気づ、はい、ちょっとキーセンシティブになって帰り、何の曲なの、カラーズだね。どういう、まあでもあの、まあ、プレイリストで結構ずっと聞いてて、はい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 、もうずっと泣いてました。なんか分析するとどんな涙ですかそれは。いやー、うん、何なんでしょうね、うん、分からなかったですもう。もうよく分かんないけど、ジョボ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 出てきました5日間ぐらいずっといたんですけど、うん、まあなんかその5日間がやっぱり僕の心をブレイクしたというか、うん、いや本当にあの、うん、宇多田さんに助けられました、恩人です宇多田さん本当に、ね、はい、さあそして新井さん、はい、僕は大橋トリオさんが、はい、本当好きです。もうホーキーな音楽っていうのもすごい好きで、もう金銭に触れてくる音楽というか、なんだかんだもう、うん、6年ぐらいずっと聴いてるんですけど、実際ライブ足運んだりとかもう 2,3 回実は行ってて、うん、とまあ、あの北海道のフェスでこうバックヤードで一緒だったりとかもあって、で一緒にその時あの大御所のアーティストを見てたら、うん、ここら辺にいらっしゃったんですけど、声かけられなかったですね。ちょっとさすがに言えなかった、緊張しちゃって、そしてドラムズ関さんが最近聴いてるのは人気急上昇中の新感覚バンド Odo Footworks。 なんか昔から知ってるバンドではあったんですけど、昔からってそのキングヌーになる前の活動とかで対バンとかはあったんですけど、なんかサトルとか含めてみんなで一回仲間集めて遊んだ時に、ドフットワークスのペコリってやつがその場にいて、でまあ話してみたらなんかいい男だったんで、サポートとかどうなのみたいな聞いたら、やってくれるんだったらぜひお願いしたいみたいなところから、俺が今最近サポートを始めてるんですけど。あ、そうなんですね。いい具合にチャラいメロディーでいいんですよ、うん、いい意味ですねこれね、いい意味でチャラい、はい、どうですかこういうなんかこの曲聴いてんだ俺最近とか、このアーティストいいなってなんとなく情報共有って知ってる感じですか。知ってるんじゃない、うん、
よく知ってるんで今更聞いてもって感じです。そうか、そんなあこんな意外な一面があるんだっていうのはぶっちゃけもうない、皆さんの中で。そうっすね、こういう話はもう散々、まあ、逆に恥ずかしい、恥ずかしいね。なるほどね、あえてね、ここであえて別に出す出さなくてもいいだろうみたいなサプライズない、なんかサプライズない。どんな時だってさよなら灰になったふりしたって心模様は土砂降りだよ、傘も持たずに残らゆくな。あれこれ不安になったってどうしようもない運命でしょ。曇りガラス越しのあなたにはもう何も届いちゃいない。ガラス片を避けながらちょこちょき寝落ちる毎日さ、満員電車息を潜め鳴り響いてるな発車の合図さ。つないだ手確かめた、確かに僕らここにいたのさ。寄せては返す波の中を必死に立っていたんだ。ゴールなんて会話しないような、ただのレースとは違うような、巷に流れるラブソングのようにはいかないね。さよなら灰になったふりしたって心模様は土砂降りだよ、傘も持たずに残れゆくの。あれこれ不安になったってどうしようもない運命でしょ。曇りガラス越しのあなたにはもう何も残っちゃいないんだ。自分の背負いない背中を見て、さよなら灰になったふりしたって心模様は土砂降りだよ、傘も持たずにどこへ行くの。あれこれ不安になったってどうしようもない運命でしょ。曇りガラス越しのあなたにはもう何も届いちゃいないんだ。さあ続いてはですね、キングヌーのターニングポイントになった曲ということですけど、はい、まずは、常田さん、関さん、はい、はい、全ては冗談だって、訪問家に専門家なんて、一人目指真実なんて、たくさんの坂を思うスピードで駆け抜けるんだ、振り払えんだ、思いのままに Oh no, break you out, let's my friend out, it's fine。フラッシュ、はい、まあ、俺はさっきあのブライアン・ストームとか挙げたんですけど、はい、やっぱロックバンドのかっこよさみたいなのに憧れがあって、まあ、作った曲なんですけど、うん、ライブが一番、うん、この曲が一番盛り上がりますね、やっぱり、うん、まあ、すげえいい曲できたなっていう感じ。今聴いても改めていい曲だなっていう、かっけえな。懐かしいなんて声も上がってましたが、2010年キングヌーで一番最初に出した MV はあ、これが
か、はあ、そうですね。なぜこの曲を？まあ、それまでサーバービンチっていう名前で活動してたんですけど、うん、こうちょっとサウンドを結構変えてみたんですよね、うん、ブラックミュージックとでもロックバンドみたいな、あの微妙なバランスをこれで提示できたかなっていう曲ですね、うん、いわゆるそのコンセプト通りの、そうですね、狙い通りの、そうですね、うん、さあでは続いて新井さん、井口さんの見ましょう。ラミュージックだいぶ近くなかった、近かった。アニメの主題歌になって、うん、それの痛みなのね、はい、いわゆるこうアニメの層、アニメフォロワーとか、うん、海外の人とかっていうのにもこうちょっとこう認知が広まった曲でもあるし、その結構スケジュールも結構ギリギリだったりとかして、どうなるか分かんないままレコーディングに入るみたいな時に結構こうジジカラでまあなんとかしたっていう曲でもあったんですけど、そのジジカラをなんか最初にこう体感できたなっていう曲だったりして、そうですね、そのもうアレンジとかもあんまり決まんないままレコーディングに実は入って、それでここまでのものが、うん、まあ、できたのもなんかそれはそれで感動したというか、バンドのいろいろ力ついたなみたいな、うん、そうですね、そういうこう内外でちょっとこうなんか実感があった曲だったなと思って。なるほど、うん、まっさら生まれ変わった中世一から始め、今日だってば見つめて離れない、し続きも今は無理だ、まあ、あの本当、まあ、去年1年のなんていうか流れを作ったじゃないですけど、曲のパワーとかだったり、はい、あの時やっぱ4人でこう売れてやろうぜみたいな気概を感じる曲だなというか、結構そういう思いあったんですか、よしちょっとこれヒット曲出したろうみたいな。そうですね、うんうん、もう狙いに狙いにいって、去年の末が紅白出たんですけど、はいはい、その1年前の正月を潰して帰ってたんで、うん、うわーそうなんだ、もうちょっと報われたなって感じで、まあ、でもどう考えてもいい曲だなって、どう考えてもいい曲、うん、あ素晴らしいですね、もうじゃあもう今後一生歌い続ける、いやいやいや、こんな難しい曲を難しいですね、もう勘弁してくださいよ、難しい難しいです、ね、難しいですやっぱり、紅白でやっとなんかだんだん歌えるようになってきたなみたいな感じ、紅白の本番で、はい、遅すぎでしょ本当その本当に難しいですこれは。あ、じゃあ紅白はパフォーマンスとしての出来は結構満足納得の、まあそうですね、 70% ぐらいに受けて、まあ良かったなっていう、そんなにちょっとご自身の難易度高いというか、まあそうですね、まあ、あのこれからまだ上手くなろうかなという感じですけど、楽しみですね、はい、一つ、うん、またターニングポイントというか、うんうん、すごい大事な曲になったというか、改めてなんかいいバンドだなみたいなのも思えたし、いいですね、うん、探してるんだ、遠くに散っていた夢のかけらに、
くのあなたのきらめきに進めたらいいんだ。先月待望の 3rd アルバム Ceremony をリリース。快進撃は続きます。思い出の強い楽曲がある。はい、壇上、壇上ですね、はい。まあ、これはあの、まあ、僕歌ってないんですけど、Ceremony ってアルバムの中で、なんか純度 100% で、その大輝が思う歌詞を書いたっていうのが、多分この曲だったんですけ ど、 じゃあこれは僕全然その歌詞の内容がどうだとか知らずに、その初めて聞いたんですけど、まあなんか女の子のことかなとか言ってね、あの売れてまあちょっとこううまくいかなくなっちゃってみたいな、ちょっとか勝手に考えてたんですけど、よくよく理由を聞いてみたら、そのキングの解散させた時のことを思って書いたって言って、うすごい泣けちゃう、お前はみたいな、もうね、そこで込み上げてきた。なるほど。なんて言うたなんだろうと、すごいこと思いつきましたね、それ。なんでそんな風にこと思いついた、そのコンセプトは。あ、そのコンセプト、セレモニーだぜ、だってこれから開会式ね。そんなのに、そういう風にちょっと想像してみたりしたんですか。まあ、ちょっとそうですね、はい。すごい、いいね。NEXT テレビ初披露 The Hole Love Music King New Special。 続いてはテレビ初披露の The Hole、 ファンからも人気の高い一曲です。初披露、初披露ですね。まあ、これもまたいい曲だね、本当にすごいよ、あんたは最高ですね、あんたは天才、天才本当に最高ですね、このバンド半の子もね。だからそれこそ、1個前のシンパってアルバムのノンタイアップ曲というか、なんでバンドで丁寧に、育ててきた曲ですね。めっちゃいいっす、バンドメンバー内に褒めて、ね、小島に一回も褒められたことない腹立つ、本当に。じゃあ、ザ・ホールを聴いてください。
た空公園のベンチで一人誰かを思ったりする日もある。世界がいつもより穏やかに見える日は自分の心模様を見てるのだろう。吐き出せばいいよ、取り乱せばいいよ。些細な拍子に踏み外してしまう前に愛を守らなくちゃ、あなたを守らなくちゃ。消えそうな心の声を聞かせて、ぽっかりと開いたその穴を僕に隠さないで見せておくれよ。あなたの正体を、あなたの存在をそっと包み込むように僕が気づく地になる。気づけば誰かの物差しで人と比べた未来に傷ついて体にぽっかりと開いたその穴を埋めてあげることができたのなら逃げ出せばいいよ、全てを放り出せばいいよ。些細な拍子に壊れてしまう前に愛を守らなくちゃ、あなたを守らなくちゃ。消えそうな心の声を聞かせて、ぽっかりと開いたその放題の世界から遠ざけるように僕が気づく地になるよ。愛する誰かが自殺しがう医者に僕らは育てない愚く不確かで愛を守らなくちゃ、あなたも守らなくちゃ。世界の片隅に灯るかすかな光を。ね、本当に今ね時代の真ん中にいるキングヌーですけども、ステージとかだと、もうなんかこうすごいとんがってて、
っこいいみたいな、ね、そういうイメージがすごくあったんですけど、今日初めてお会いして、なんか本当にメンバー同士がこう尊敬し合って、ね、それがすごいですよね。なんかこうお互い刺激し合ってやってるところがすごくかっこいいなと思いましたし、でもなんかすごいあのちょっとおとぼけなところも、おとぼけなところもあった。ちょっとおとぼけもあって可愛らしい、可愛らしいなと思いました。まあ2019激動でしたけども、今年はさらにニューアルバムで、どういう1年にしていきたいですか、2020は。まあでも丁寧に、丁寧にね、丁寧に、忙しいけども、そうですね、なるほど、そうですね、丁寧に一歩ずつやっていきたいですね。さすがにがっちりここまで音楽の話、なかなかテレビで、確かに初めてかもしれないですよね。いざ結構ね、バラエティのノリだとちょっと大変だねとか言ってたんですけど、これはこれでまあこっちも大変でしょ。いや、こっちの方が大変でしょ。こっちの方が大変ですね。最近のマイブームとかだと楽でしょ、絶対。ちょっと見せなきゃいけないんですよね。そうですね、身の手の内明かすのはやっぱり。でもこれはでも我々ね、ご本人たちにご本人の曲とか思い聞けるっていうのはこれたまんないですからね、やっぱり非常に貴重な機会でした。はい、ありがとうございます。はい、本当にね、はい。